ショータイム二戸の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今流行ってますよね、サイレント。木曜の10時から、はい、川口春奈さん、はい、と目黒さんですね、はい、スノーマンの、はい、ジャニーズ、うん、あと鈴鹿央士さん、はい、のこのまあ三角関係が織りなす、はい、まあ、恋愛ドラマ、はい、サイレント、うん、あまりドラ、はい、あまりとかもうドラマ全く見てないですけども、朝ドラ、朝ドラぐらいです、ね、はい、朝ドラのみ、はい、でただパートナーが、はい、ちょっと騒ぎ始めたんです、うんうんうん、どえらいのが来たと、うん、これは匂うと、うん、っていう空気を察して、うん、今5話まで10月から始まったのかな、はい、うんうん、ご覧になられました？見ました。お、先週見るようにという指令が、はい、偉そうに申し訳ございません。いいで、うん、まあ1話、はい、まあ、どんなドラマかというと、うん、高校生の頃にヒエラルキーのトップ同士が付き合うと、うんうん、で付き合って、うん、高校卒業と同時に、うん、まあ、ちょっと離れ離れになる、うん、離れ離れになったところで、うん、主人公川口春奈さんのところに、うん、なんかまあすごい冷たい別れようみたいな、好きな人ができたメールが、はい、LINE が入り、はい、そこで別れた26歳からスタート、うん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 、みたいなところで、その時にもう川口春奈さんは、うん、もう同級生の、はい、冴えない男の子と、冴えないわけじゃないじゃないですか。あのね、なんかもう台本で、うんうん、冴えないんですか。あのね、もう台本に書かれていたのが、うん、目黒くんには勝ちようのない、うん、勝てるところが一つもないっていう、うん、台本だったみたいですね、うん、っていうところでその彼がキャストされた、うんうん、ちなみに彼は広瀬すずの事務所です、うん、で広瀬すずさんのドラマかな、うん、映画かな、それを撮っているところに、はい、見に来ていた男の子、うんうんうん、でそれを見た広瀬すずさんが、うん、あの子スタイルがめっちゃいいから、うん、スカウトした方がいい、うんうんうん、って言って、うん、スカウトされた男の子、うん、冴えなくてあれだったらすごいですよね。そうだから、あのすごいちっちゃく見えるんですけど、うん、178センチあるんですよ、うんうんうん、ただ目黒くんが大きい185センチ、うんうんうん、まあ、あのトンネルズ状態ですね、はいはいはい、トンネルズのちっちゃい方って言われて、うん、のりさんめちゃでかいみたいな、うんうん、そんな感じなんですけど、で、まあ、それを見て、はい、1話がなかなかちょっと衝撃的だったんですよね、はい、なんか何も知らずに見ると、うん、おお、こういうドラマが始まるのかと、うん、で、うん、ポロポロポロって川口春奈が泣くところを見て、うん、これは期待できると、うん、って思い見始めるんですけど、うん、どうですか、5話まで見て。面白いですよ。面白いですか。面白いです、はい、なるほど。僕は面白くない。あの1話、うん、2話がピークだったなって、あ、今の感想としては、川口春奈さん主人公の女の子が、はい、うん、どんな子かが全く見えないんですね、うん、もう内面心情、はい、どんなことを思い、うん、どんなことを思うからこういう行動をするっていうのが、うん、全く見えてこないんですよ、うん、見えてくるのは、うん、ハンバーグが好きっていうところしか見えてこない、うん、なんとなくでもあれですけどね、ハンバーグとかっこいい男の子が好き以上ですみたいなところ。葛藤じゃないですか。葛藤見えます。見えますよ。で僕が思ったのは、うん、まずヒエラルキートップ同士の、うんうん、目黒くんと川口春奈さん、うん、ではなく、うん、鈴鹿央士くん、うん、今彼、まあ、うん、5話では別れちゃいましたが、うんうん、彼を見て思うのは、うん、あ、彼はタイプ6だなと、うん、エニアグラムでいうところのタイプ6ですかね。僕はタイプ6だと思いましたね、うん、あ、もう気持ちが分かると、うん、要はもう黒船襲来する前に、うん、ごめん、もう無理無理、うん、僕無理なんですもう、うん、ちょっと分かってましたし、そういうの、うんうんうん、彼が来たらやばいなと思ってました、うんうん、来ちゃいましたね黒船、うんうんうん、じゃあ別れます、うん、だってやだもん、そういうのもう無理だもん、うん、俺無理っていう、うん、この辺が、うん、あ、俺分かると思って、うんうん、俺分かるってことは、うん、6だなと、うん、っていう理由です、
はいはいはい、で目黒くん、はい、主人公の男の子、うんうん、あれは僕の中ではタイプ Q だったんですね、うんうん、いつでも笑顔、うん、でヒエラルキーのトップにいながらも、うん、そこに気づいていない、常に自然体、うん、でいうところで、あ、彼はなんかすごい、うん、分け隔てなくっていうところからも、うんうん、Q っぽいなっていうふうに思ったんですね、うん、はいはい、で Q、うん、で鈴鹿央士くんが6、うんうん、でじゃあこのハンバーグ好きの女は何だと、うん、もう全く5話まで見て、うん、何て言うんだろう、ここと彼と元彼の間を、うん、行き来するだけで、うん、あとハンバーグが大好きですしか見えないんですよ、中にチーズ入れてねって、うん、行き来してる、はい、まあ葛藤は見えますけどね、どっちにしようかな、ハンバーグの中にチーズ入れた方がいいかな入れない方がいいかなの葛藤ですか、ではなくて、ではなくて、うん、こう5話とかはもうなんかもう大好きだのに別れなきゃいけないにしてはちょっと勘鈍すぎません、勘勘要はなぜ、うん、あの今彼の前でベラベラ喋るんだと、うんうん、何を、要は目黒くんへの思いですよ、うん、彼はこんなこと思ってて、うん、こんなこと思ってて、うんうん、私はだからこういうことをしようと思ってる、だからそこの葛藤じゃないですか、どっちが好きなんだろうを今彼の前で言いますか言います、言いますというかその好きとは言ってないじゃないですか、っていう、うん、この辺を見て僕は思ったんですよ、うんうん、ああ楽天家だなと、うん、で、うん、エニアグラムでいうところの楽天家グループ、うん、楽天家グループでいうと、うん、279ですね、うん、279でいくと、うん、ああ分かったと、うん、川口春奈さんは父親がいて母親がいない設定だな、うん、これはと、うん、ということは、うん、母親役をやらされた楽天家タイプ2かと、うん、ああなんとなく見えてきたぞと、うんうん、川口春奈さんはタイプ2ですと、うん、どうですかこの辺、でも2っぽくはないですよね、うん、うん、ちょっとね、6とかじゃないですかいや6はね、うん、6だと6の女の子としたら、うん、まあ調子に乗ってわって喋りすぎる嫌いはあると思いますが、うんうん、あんなその好きな今彼の前で、うん、元彼の話をするかなって、そこはちょっと用心深く、あ、なんだろう、あの見せないようにするだろうな、責任感じゃないですかあれ、何の責任ですか、隠したらいけない、いやいやいや毒だったら隠しますよいやいや隠したらいけない、なんかやましいことがあるわけじゃないんだから隠したらいけないですよ多分、いやあいつは気づいてないですよ多分そういう心情がなんか僕は分かりましたけどね、いやなんかこうあって思って、はい、つい出ちゃった、でもここで隠すと怪しいじゃないですか、んバレた時に、はい、これは隠してたらやましいっていうのがもうバレちゃうじゃないですか、はい、からやましくないんだよっていうアピールですよあれは、っていうねその辺のね何て言うんだろう、内面が全く見えなくて、僕の中では僕は見ましたけどねずっと、あそうですか、はい、じゃあちょっとこの辺は、うん、もう喧嘩ですよ、あ、で目黒くんの Q はどう思いますか、目黒くんの Q は分かります、雰囲気分かる、はい、はい、だからとぼけた感じじゃないですか、そうそうそう、あいつもちょっととぼけた感じするんですよね、うん、でなんか顔もねちょっととぼけた感じするんですよ、はい、表情とかもとぼけてますもんね、はい、じゃああいつ Q で鈴鹿央士くん、うん、まあそのなんだろう、はい、僕は、はい、多分どこにも共感しましたもん、 Q にも共感して、はい、湊くん、湊くん鈴鹿央士くんですね、はい、はい、広瀬すずだから、はい、広瀬すずに拾ってもらったから、うん、鈴をつけなきゃっていうので、あ、鈴鹿央士らしいです、はい、イケメンですよ、僕の中ではもうなんか負け顔だなと思って、まあ、イケメンですよ、僕みたいな負け顔が言っちゃダメなんですけど彼負け顔だと思いながら、まあ、いい人キャラではありますよね、いい人っぽい顔、あ、うんうん、まあまあ、うん、うん、でもまあイケメンですよ顔ちっちゃくて、でなんであんなに譲るかねえと思うんですよ僕だったら、うん、要はあのね黒船が来た、うんうんうん、で彼女は急に黒船の話をしだす、うん、っていうところで、うん、別れようって言いたくなるのは分かるんですよ、うんうんうん、もう負け負け無理無理俺、うん、で別れようって言うじゃないですか、うんうん、そしたら彼女は嫌だって言うじゃないですか、うんうん、別れたくない、うんうん、好きなのはあなただよって、うん、言いましたよね、言いました、で僕多分すごいアピールしましたよね、してましたよね、で僕多分帰るじゃないですか、うん、帰ってから焦り出すんですよ、うん、無理無理やっぱり俺無理無理、うん、別れたくないってなって、あそっちの無理、うんうん、僕だったら多分言いますよ、うん、ごめんあれ嘘って、
やっぱり。やっぱり俺は付き合い、もうごめん話したくない。って言えよって思うんですよ。なんで言わないんだお前はと。譲ったのかと。譲ったんですよ。っていうところでも全然このドラマリアリティねえよと。でも分かりますけどね僕。譲る？プライドですよ。いやプライドはあるけど、いや、好きの方が大事じゃないですか。自分の好きの方が大事ですって。そのプライドは分かりますもん僕。一度行った手前ですか。一度行った手前っていうか、はい、来いよですよね。すがって来いよ。いやだから彼女言ったじゃないですか。いやもっとですよ。あんな結構あっさりじゃないですか。もう分かったレベルじゃないですかあれ。まあそれもちょっと感じましたね。急にサバサバしてますもんね。ああよかったみたいな、うん、私何とも思ってないよレベルにサバサバしてるじゃないですか。確かにそれも感じた。悩んでる感じはありますけどドラマなんで、はい、でもこう彼の前ではもう私平気だからハンバーグ食べるからって。そうなんですよね。で結局なんか心情が見えないと思ってて、うん、語られる言葉って、うん、彼女はモフモフしてるんだよみたいな、うん、モフモフ幸せを言ってたよみたいな話で、うんうん、あもう全然、うん、全然伝わってこないと思って、うんうん、分かりますけどね。だからもうはあどうしで5話ああいう恋愛も分かりますよ、っていう感じです。で5話で別れた後に、うんうん、なんか朝が一緒になったみたいな演出ありましたよね。次の朝起きたら、うん戻ってきてましたよみたいな、うん、ちょっと軽い演出あったじゃないですか。まあ過去の話ですよねあれ。あれは実は過去でしたって話なんですけど、うん、僕あれ見た時にそれでいいと思ったんですね、うん、はいはい、あ要は、うん、あ昨日の夜にやっぱりよりを戻そうってなって、うん、川口春奈は彼氏の家に行き、うん、朝を過ごしたのね、うん、だと僕の中では、うん、これぞ木曜10時のドラマなんですよ、うん、まだでも5話ですからね。そう5話で木曜10時だと、うん、もう一回彼のとこに戻ってきて、うん、やっぱり彼は捨てられて、うん、自殺するみたいな傷ついてね、うん、それが木曜10時のドラマだよって思ったんですけど、うんうん、そんな感じではなかったですね。そんな感じではない。であこれ今後どうするんだろうと思って、うん、5話で、うん、これであとどうドラマを起こすと思ってちょっと今冷めた目で見てます。だから面白そうじゃないですか。僕が今サイレントしてますよ、うん、すっかりサイレント。あ、ご機嫌だよ。あ、私も川口春奈は6っぽいと思ったと、うん、やましいことは ない、うん、だから今彼にも話す、うん、いや俺は隠す。あ、僕は6じゃないんだった、うん、僕は隠す、うんうん、隠す気持ちも分かりますけどね。はい、なんかめんどくさいことになりそうな。めんどくさいことになりますよ、うん、あんなでも隠してもめんどくさいことになるんですだからもう初めから話さないのが一番なんですって。なんか話さないのが嘘じゃないですか。なんで話してくれなかったのって突っ込まれるわけじゃないですか。好きだからだよ。何も思われたくないもん。何もやましい、本当にやましいから隠してんじゃないの。そこで僕泣きますよ、ポロポロポロって僕が泣きますよそこでっていう話ですよね。って思われたくないから話すみたいな、やましいことがない。全然だとするとあいつは男心分かってなさすぎですよ。分かってなくてもですよね。皆さんぜひじゃあ今後の成り行きを見守り、はい、じゃあ次は16タイプで何かっていうのを考えましょうか、うんうん。